他の皆は？みんな支度は済んでるよ。ハーンを殺せるのはこの対馬にあんたしかいないって先生が言ってた。一人では無理だ。しかも策がなくては。あいつは手下を従え港にいるよ。まず守りの穴を探さねば。その先にあるハーンの隠れ場もな。鳥にでもなれたら楽なのに。いいところがあったよ。闇が味方のうちにたと。泉の港、かがり火台からならよく見える。登れればだけど。気づかれなければよい。いざ行くぞ。なぜハーンは泉に来たの？対馬から本土に渡り蹂躙するつもりなのだろう。今を逃せば止められなくなる。この花って？俺の毒の元となる花だ。猛虎が摘んでいったんだね。我らを殺すために。毒を使ったこと悔やんでるかい？危険を承知で大勢の命を救ったのだ。もっと大勢が死ぬことになる。その前にハーンを止めるほかない。そうだね。ハーンを殺さなきゃ。すぐ。攻め入るのは無謀。崖側から回り込むぞ。物見の裏を書くのか。いいね。
去看我哎别天天别回我送白子过来樽の中身は何だろう火薬かな花だ毒用の何百人も殺せるハーンは本土で使うつもりだ対馬から出してはならんかがり火台から港を物見しよう先に行って嵐の前の静けさこちらの理になるよな今は火を消したままにしておくと猛虎の船の目指す印になってしまう奴らが去ったらつけようさあ物見と行くかこっちだその町の屋敷、あれがハーンの隠れ家かもな船着き場にも水軍にも近い賢いね鳥が弧を描いてる何かが来るのを怖がってるみたい嵐だ、じき陸に降り立つのだあそこに旧兵を置ける猛虎を丘に支え込む騎兵に囲まれてしまうだけかあの辺りに兵はおらんの開けてて守れないからだが不意打ちには申し分ないあの岩場から猛虎の水軍を見て取れる火槍があれば船を真っ二つにできるのに範は本土に向かう手はずがついておる船には兵も火薬も積んであるだろう俺の毒も対馬で止めねば日の本が危うくなる大風がいつ来るかが肝になる大風が来ればハーンは船を止めねばなるまいその時仕掛ける船も積み荷も壊してやるそのためには兵器を盗まなきゃお主ならば安きことふんその後はどうする小勢が猛虎の気をそらし俺が港に忍び込むそしてハーンを撃ついい策だでは上学で司祭を決めよう策が出たのか返事が火槍を盗めそうな場所を見つけた今から向かう幸先が良いなだが兵の数が足りんダメだ叔父上もハーンを葬りたいはずだご加勢くださろう捕まって牢屋行きだでは叔父上に宛て文を残せばよい城は侍だらけだよ蹴取られる前に城を出る叔父上への文が欠けた城へは馬に乗っていかなきゃね
った馬にはかなわないけど、こいつらも使ってやって。名前は何にする？風、空を裂いて走れ。いい名だね。どうやって城に忍び込むつもり？あそこで育った。城壁の抜け道は全て覚えておる。子供の頃よく叔父上から隠れたものだ。ジン、何をしておる？ああ、夕餉の魚を取っているんです。素手では取れぬと分かっておろうに。おじ上にご子息が生まれたら、私は捨てられますか？ジン、妖霊。思い違いをするな。わしは生涯続くこの道をお前と歩んでいくぞ。何があろうと。崖側には物見はおらんな。また冷たくなった。どうかご用心を。お侍が目を光らせています。身を殺せば化け物になり下がったと示すだけ。志村殿が後ほど主閣で演説されるそうだ。士気を高めるためだ。いよいよ藩と刃を交える時か。
ました。行こう。誰かいるのか。ああ、そうかい。何もないな。今の見に行く。何もないな。調べるぞ。何もないな。探しても無駄だ。ありがとうございます。一体何だってんだよ。用心を重ねてらっしゃるんだ。誰も信用できないんだろう。だけど俺らは秋人だ。侍じゃねえ。絹売りの荒太郎覚えてるか。あいつクロードの毒を手に入れて止めに持ったらしい。唯一の商売敵だったからな。止めもかわいそうに口から血を吐いて死んだらしいぞ。だから2を調べられた。中身が何かわからんだろう。志村様を裏切るわけないのによ。俺もさ。だけど今は我慢しなきゃな。
叔父上の座敷に入り文を残していかねば。防げばいいんでしょう。飲みていく城もない。ドミアにも当たるでない。島まで食い止めねば、将軍様のおわす本土を危うくさせてはならぬからな。猛虎は酒井殿と同じ毒を作れるようになったとか。わしの前でその名を口にするな。お許しください。あやつのせいで敵は民を毒で殺す術を得た。王は島に災いを残した。次こそ逃しません。城内をくまなく見張り、何かあれば知らせよ。承知いたしました。夜を通して見張りましょう。目指すは最上階。今なら忍び込める。この2カ所で猛虎が敗戦を喫したらしく、どちらも酒井九郎留の仕業かと。いかがされますか。九郎留の処罰は後回しだ。猛虎を撃ってから考える。しかし将軍様の御下旨はであろう。仰せの通り。藩の居所は突き止めたか。北へ送った石膏が戻らず、捕らわれたか殺されたか。行き先は音がしたと思ったが、お前飲みすぎたんじゃないか。お目に留まりそうなところに。酒井だ。出会え。叔父上、お目にかかれぬことをお許しください。ハーンの水軍は泉に集まりました。本土を制するに足るだけの兵と毒を積んで、しかし大風が来ればその時こそ猛虎を撃ち船を沈める時。何とぞご加勢よ。そしてまた間に合うことを。父とことは申さぬまでも、歩む道を違えた武士として、叔父上がいかがお考えになろうとも身内には変わりませぬ。